仮想通貨始まった頃は先ほど申し上げたように想像に価値がなかった、そうですね、はいはい、それが今は何千、例えばビットコインだったら何千ドルにもなってるわけですよね、うん、仮想通貨の価値はどのように決められて、どうしてこんなに上がってきたんですか？まあ、顧客の決定メカニズムっていうのは常に需給ですね。欲しい人がいるから欲しくない、欲しい人と、まあ、欲しくない人とか、まあ、売りたい人のバランスで常に値段っていうのが決まると思うんですけど、まあ、欲しい人が決まって出てる理由の、まあ、一番最たるもどんどんその価値が、認められてってるっていう感覚なんですけど、まあ、先ほど例えば、ペイパルが、支払い受け付けたとかって、これも一つの価値だと思うんですよね。で、それって、まあ今だとまだマーチャントで言うと、北米の1200万店舗ぐらいでしか使えないんですけど、それがじゃあ、ペイパルってグローバルネットワークなので、全世界に開放をしたら、まあ億単位、10億単位っていうマーチャントに対して支払いができる、受け付けるわけじゃないですか。で、これを、でもう、例えばさっきナイジェリアっていうふうに言いましたけど、ナイジェリアナイラで支払い受けるって言って受けますって話だと思って、その理由ってやっぱ交換できないからだと思うんですね。これって通貨の信用って根本的にはどれだけの多くの人がそれを承認してるかって話だと思うんですけど、その承認が広がったっていうのが、まあ価値がついてる理由だと思うんですね。そういうふうに、知る人が多くなって、仮想通貨の価値が上がったというところはわかるんですけど、そしたら私が発行する人だったらどんどん発行すればいいと思うんですけど、うん、そしたらもっと儲かるじゃないですか。ビットコインの、価値の源泉って枚数が決まってるっていうことなんですね。トータルの発行枚数は2100万枚っていう決まっていて、まあ今すでに2000万枚以上発行されてるんですけど、1日あたり今で400枚ぐらいこう新しく生成されるんですね。それは、ビットコインを動かすための計算を行っている、まあ、いわゆる、ビットコインマイナーって呼ばれる人たちが受け取ってるんですけど、なんで世の中に新しく400枚出てくるものっていうのを、400枚以上欲しかったら、まあ、根本的には価格が上がってきますよね。だし、まあ、それよりいらないって言ったら、まあ、お金、のマイナーアドレスがなかったら売らなきゃいけないので、価格が下がってきますよね。みたいなのが、まあ、ざっくりとした構造ですね。たくさん種類がありますけれども、そういう、どんな仮想通貨も枚数は決まってる感じですか？枚数が決まっていないもの、特定の条件を満たすと枚数が増えていくものもあるんですが、やっぱそういうの下がってきますね。はい。やっぱその、株式分割みたいなもんだと思うんですけど、100億円の時価総額の会社があって、100億枚の株があったら、1株1円じゃないですか。これを、じゃあ10倍にしちゃったら、同じ、こう、価値だったら、1株1円だったら、0.1 円になるよねっていう話で、なので、まあ、枚数を増やしていくと、価値は基本的には下がります。それ以上に欲しい人が生まれるとか、まあそれ以上にその中で作ってる経済圏が大きくなるとか、そういうことがないと価格は分かんないですね。じゃあ、私他の、仮想通貨分からないので、とりあえずビットコインに関しては枚数に制限があって、はい、価値はどん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 上がります。先ほどおっしゃったイーサリアムに関しては、イーサリアムは、増える仕組みと減る仕組みを両方作っていて、枚数が減る仕組み、そうです。はい。取引が多くなると、その取引って使った、まあ、ガス代っていうふうに呼ばれるんですけど、その取引に使う時の手数料のイーサリアムっていうのを焼却していくっていう仕組みがあって、それでネットワークを安定させるために使ってる増えるのと、取引が活発になっとったら減るの。このどっちが大きいかっていうので、イーサリアム全体の枚数は増えたり減ったりします。すごいですね。最初に考えた人はすごいですね。どの仮想通貨も、まあ生き残ってるものは結構そうなんですけど、最初にその、まあ、自動車でフレームみたいなものってのは当然決まってるんですけど、中のものっていうのは結構アップデートされていて、そうですね。ソフトウェアなんで進化していくんですよね。それもすごいですね。そうですね。金と全然違いますね。そうですね。はい。どんどん性質も変わりながら、
すごいですね。今テスラとかもそうじゃないですか。だからそのどんどんソフトウェアがあの世の中を席巻していって、なんかその割合が増えれば増えるほど常に最新のものになるって、私もかなりなんとなく分かってきて、すごく興味が出てきたんですけれどももし仮に私があの総通貨を手に入れました、そしたらアプリで管理するわけですね。でもやっぱりあの USD とかいろいろあってちょっと不安に、何もわからないので私不安になるんですが、そういったところはどんな感じ？セキュリティっていうのは高めれば高めるほど不便になるんですよね。例えば仮想通貨その財布ウォレットっていうもののセキュリティを高める方法として、インターネットにつながないとか、例えば送金をする権限っていうのを誰か一人じゃなくて複数人が持つ、複数人が例えば5人のうち3人が OK しないと送金できないようにするとかすると、ハッキングのリスクがどんどん下がっていくじゃないですか。なんでそういうふうに不便にしていく方法っていうのはもちろんあるんですけど、まあそうするとやっぱどんどん不便になっちゃうんで、なんで大きいお金の管理とその、まあ、自分が使う取引で使うようなレベルの管理っていうのを分けたりすることをまあお勧めしてます。あ、なるほど。あの財布はいくつでも持てるんでね、なんであそこにあるからあの持ってってって言っていい財布と、はい、金庫の中に入れなきゃいけない財布を分けましょう。なるほど、すごく分かります、はい、イメージ、はい、でどっちで基本的に取引で使うものっていうのはあのインターネットからダウンロードしていただいて使うもので十分だと思うんです、はい、最近出てきた言葉で CBDC 中央銀行デジタル通貨というものをニュースでちらっと見たんですが、それとあの仮想通貨とは違うもの、はい、まあ中央銀行の発行するデジタル通貨って、まあ、要はドル紙幣だったりとか、まあ、円の紙幣のデジタル化だと思うんですけど、まあ冒頭に申し上げた、誰かが管理していなくて成立するネットワークと、その人たちが管理しているものって根本的にまあ違いますよね。なんで、その、仮に同じ技術を使っていたとしても、違うものですし、まあ、誰かが管理するんであれば別にブロックチェーン使わなくていいと思うんですよ。そうするとコスト高くなっちゃうんで、もうなんか私が責任取ります、私の言うこと従ってくださいっていう人がいるんだったら別のデータベースの作り方をすればいいのかなとまず思ってます。ただ、例えばイーサリアムとかのようなパブリックなそういうまあ、プロトコルって言うんですけど、そういったネットワークを使って、その上にアプリケーションとして、通貨機能として、政府が、通貨発行する。これはあり得ると思っていて、それは望ましい形だと思っています。まあ、政府ほど大きくないんですけど、まあ、もう逆に言うと政府よりも大きいんですけど、世界最大の資産運用会社で、ブラックロックっていう会社がありまして、そことかは、イーサリアムっていうプラットフォームの上に、自分たちでデジタルファンドを作った100ミリオンのデジタルファンドを主催して、まあ、その証券の管理とかを始めたんですけど、自分のところね、そうですね、自分の資産っていうのをイーサリアムっていうその、企画ですね、その企画を使って、まあプレイステーションの上のゲームソフトみたいな感じで、ゲームソフトとして自分たちのものを出したんですね。でこういうふうにその通貨っていうのはどこまで言ってアプリケーションなんで、プロトコル、そのどういう仕組みで動くかっていうものはパブリックなものを使ってっていうことは可能だと思いますし、そうあるべきだと思います。でも今はもうご自身の資産を管理する会社をされて、まあ、それこそ30そこそこぐらいの時にすごい思ったんですけど、やりたいことってめちゃくちゃいっぱいあるけど、それを一つずつやろうとすると、まあ、プロジェクト一個一個やるのにもう5年とかかっちゃうよねっていうのを思った時があって、残りの年数考えた時にやりたいこと足んないなってな、まあ、やりたいことがありすぎてこう人生が足んないなってなった時があったんですよね。でたまたま仮想通貨を始めていたので、まあ資産的にもこう次の人たちにチャレンジを渡すようにできるようになったんで、まあ、自分がやるっていうのはこれありがとうって言ってもらうことを諦めたんですよ。
なんか、自分たちプロジェクトやったりとか、例えばじゃあラーメン屋さんをやったら、毎日美味しかったありがとうって毎日言ってもらえるじゃないですか。はい、でも、その、経済圏ってここだけしかない。けど、なんか臨場感と、その、できる規模って反比例するなって思って、その時に僕は、ありがとうって言う側になろうと思って、投資業を持って、やってもらって、で、うまくいった時にありがとうの前のおかげでもよかったよ。これのおかげでうまくいったよ。サービスが広がったよっていう風になっていこうって思ったんですよね。そこから、まあ、ずっと自分の勝てるパターンというのがやっぱ狭くて、やっぱりそう大きいお金が入ってきても処理しきれないっていうのがあって、それだったらもう自分たちの、なんか完全に自分のリスクでやった方が、意識も早いですし、っていうので今自分たちのお金だけでやってますね。もし私が今から、はい、100万円持ってたとして、はい、仮想通貨 を全部投資するとしたら何を、まあ、まあどんぐらい狙うかっていうのもあるんですけど、まあ、インフレより高くするみたいな、まあ、いわゆる利回りを取るぐらいだったら別にビットコインだと言ったら全然十分だと思います。あ、そうですか。全然大丈夫だと思います。はい、はいはい、もういろんなことをいろいろ見たりせずに、あ、でもなんかそこから始まると思うんですよね。なるほど。うん、なんか気になってるけど持ってない人ってすごい多いと思っていて、そういう人たちにアドバイスするのは、まず持つとこからじゃないですかと。はい。はい。僕の友人のマッチョが言ってたんですけど、はい、筋トレは一箇所だけやればいいっていうことを言ってたんですよ。なんでですかって聞いたら、一箇所やって体変わってきたら、絶対他も気になる。あ、なるほど。いうところに持ってて、上がってきたら、もっといいのないかなって、絶対勝手に思うんで、それを、ね、興味を持つっていうのを始めてみることだと思うので、はい、それが一番大事だと思います。買ってみたいです。分からないことって聞いてください。今日は本当にありがとうございました。